Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今日はベースで撮ります。よろしくお願いします。先日24時間テレビを偶然見る機会があって、ちょっと考えてしまったといいますか、不思議に思ったことがあったので、というよりも、その観点を私は持っていなかったっていうことに気づきました。そのことについてお話ししてみます。それではよろしくお願いします。先日のその27日たまたま友人と若い方が行くような居酒屋みたいなところで飲んでまして、そこにこう大画面のこうテレビがあったんですね。そこにひろみさんがぜいぜい言いながら走ってらっしゃる映像が映ってて、ああまだあの番組あるんだななんて思いながら、すいません思ってみて、まあ、横目でチラチラと見ながらこう食べたり飲んだりをしていたんですけれども、絶対普段行かないようなお店なんですね。私あんまりちょっと騒がしいお店が苦手なので、でその画面が映ってる前にこう女子大生のグループがいてみたいな、そういうお店でした。でね、たまたま飲んでいたメンバーの一人が、俺のうちのそばにはこの東海地方というか愛知県ですと、確かあれ日本テレビですよね。なので中京テレビ、キー局が日本テレビで、名古屋市内だと中京テレビなんですね、きっと。なので、の前がそういえばすごく混んでたわみたいな話をしてました。で、それを冷静に見ていた私の隣に座ってた、お医者さん、ね、医師のね、友人が、あの年で100キロってやばいだろうとか言って、もう歩けないぞしばらくみたいなことをすごく冷静に、その彼もスポーツをする人なので、で医師ですからね、何しろ、っていう話をしてたとこなんですね。本当に100キロ走ってるのかなとか、あれしばらくもう歩けなくなっちゃうよっていう、すごい心配して見てたわけです。で、まあ最後になんかこれだけ集まりましたみたいなのが12億とか出てた気がするんですけど、でそれを見て、へえそんなに集まるんだねって言って、もそのこと気にも留めずうちに帰ってきたわけなんです。で、ちょっと私今体調がすごく悪くてですね、ちょっとあんまり外出できないんですね。それでまあいろいろなネットニュースとかをちょっと見てて、そういえばって全然私気づいてない観点がありました。それはあれってチャリティー番組なんですよね。で、私チャリティー番組だから当然出演者もノーギャラで出ているものだと 100% 信じておりました。私ね、国際交流パーティーみたいなところでピアノ弾いたことあるんですけど、その時に私はボランティアでやりますよと言って本当にノーギャラでやりました。だってそれがボランティアでしょ。チャリティーっていうかボランティアってそういうものでしょ。そしたらいろいろなちょっとだけ調べてみたら、なんとメインパーソナリティーに1000万で、パーソナリティーに500万、走る人に、まあ、それはなんか毎年上限はあるみたいなんですけど、1000万から3000万ぐらいで、司会者にも500万払われていると。でまさか私出てる人に、そのテレビ局の社員さんは別ですよ。それはだって業務内でやってるわけですよね。まあ休日出勤かもしれないけど。だけど、まさか出演者に出ているっていうのは、私は全く私の中にはなかった考えなので、え?って思ったんですね。でね、なんか制作費が4億ぐらいで、広告収入、CM などが22億あるんだそうなんですよ。まあだからその中で、ギャラを払った残りを寄付してるっていうようなどうも言い方らしいんですけど、そもそもチャリティー番組、チャリティーボランティアっていうのは、こちらは手弁当で行きますよっていうものだと私はそういう認識なんですね。なので、まあ、NPO っていう考え方があるわけでしょ。必要経費だけは出しますよっていうね、そういう考え方があるわけで、私そこに全然気づいていなかったっていうことに、ちょっと自分自身にもびっくりしてしまった。まさかそれが、なんて言うんだろう、番組としてお金を稼ぐっていうこと
にその出てる人がその恩恵にた預かってるというのは夢にも思わなかったことで、ちょっとびっくりしてしまったんですね。で、今までその、さんまさんは一度だけ出てびっくりしたからもうやめたと。で、たけしさんは絶対出ないと。で、木村佳乃さんは最初から寄付して、そのギャラを全部寄付したと。そして、なんだっけ、サンドイッチマンさんは後で寄付したのかな。で、よしきさんはもう最初からその番組内で寄付したということなんですけど、海外でやる場合は、もちろん出演者は、ノーギャラで、で、中には CM が流れないっていう番組もあるっていうことなんですけど、で、これをさらに突き詰めて私思ったことなんですけど、その友人がね、俺のうちのそばが中京テレビですごい、すごい渋滞してたわみたいなこととか、まあ、なんですか、スーパーマーケットとかにこうなんかその時だけなんかこう募金箱みたいの来たりするじゃないですか。一般、これ私全然分かってないので私が今思ったことですからね、一般市民は、まあ、こういう言い方をもししちゃうとすると、車で例えば行って仮に1,000円寄付するとするじゃないですか。ガソリン代もこっち持ちで、さらにこちら自分のお金払うわけじゃないですか。で、それを促してる、それも、有名だからっていうことでパーソナリティに選ばれたりしてるわけじゃない。そういう人たちには実は高額なギャラが払われてるって、私なんか怒りとか憤りじゃなくて、あまりにもびっくりしてて今、それをチャリティー番組って言っていいのって思っちゃったんですね。これどう思われます？私ちょっとびっくりしてしまって、さっきも言いましたけど、私国際交流パーティーで来た時、本当にノーギャラでやったんです。でもそれって当然のことだと思ったし、なんだっけな、駐車場代だけ払ってもらった気がします。衣装を持って行ったので、車で行きたいんだけどっていうことを言ったら、そこだけは向こうから払わせてくださいって言われた気がします。ね、なんかそのすごくなんて言うんだろう、不思議だと思っちゃった、すごく。今ちょっとね、私本当ちょっと体調が悪くて、すごくちょっとねお腹が痛いんですねごめんなさい。それであんまりちょっと出かけられないんで、いろんなもの見たりしてたんですけれど、えって思ってしまいました。皆さんどう思われます？私はですから、その日本っていう国とか国民性に、そのボランティアとかチャリティっていう、その、なんて言うんだろう、ものは根付きにくいと考えてるんですね。なんて言うんだろう、相互に助け合うとかっていう考えは、日本人ってすごい得意だと思うんだけれど、だからそのパーソナリティの方が本当にボランティアでやってくださるんだったら、それぞれの各県に行って、それぞれその方が本当にキーステーションみたいなところに立って、お願いしますって言って直接現金で募金していただくとかだったら、もう例えばそのジャニーズの、ジャニーズの問題今話しませんけど、ジャニーズの有名な方とかが行ったら、もうわーっと来てすごい集まるだろうし、なんかその方が実感あるなと思ったんですね。で、その一般の人はそれこそ手弁当で行って寄付するわけでしょ。で、それを有名だからっていうことで選ばれた人たちが、実は仕事として、しかも高額なギャラをもらってるって、なんかすごく私なんていうか違和感すぎてびっくりしすぎています。はい、皆さんはいかがでしょうか。はい、というわけで、ちょっと体調悪くって、部屋からベラベラ喋ってしまいましたけれども、はい、もうちょっと今日一日寝てたら治るかなっていう感じなんです。はい、そしたらまたピアノの前に行って撮りたいと思います。いつもありがとうございます。もし皆様も何か意見があったら、コメントとか書いていただけると嬉しいです。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。 Thank you for watching. Subscribe and highly rated please. So see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。